皆さんこんにちは、かまなせチャンネルのちゃちゃです。はじめに、こちらの動画は収益化していません。収益化できるわけがございません。もしこの動画に広告がついた場合、それは YouTube の使用です。ご存知の方も多いと思いますが、1月8日動くちゃんという実況者が12月31日に亡くなったというお知らせが入りました。これに関する総長うららさんや真人さんの動画を全部見ましたが、今回は言及しません。また不謹慎な動画を投稿している人や不謹慎なツイートなどをしている方は当時はいました。今もいるかもしれません。こういった行為は良くない行為ですが、それについても言及しません。私は人の死に関連する動画をあまり作らないですし、というか過去に1回しかやってませんが、今回はどうしても伝えたいというか言及したい話がありますので動画にしました。なんだったら昨日投稿した動画より伝えたい話です。まずはこちらをご覧ください。こちらは動くちゃんが生前に投稿した動画の中では一番最後の動画になります。この動画のコメント欄を見ると、有名な動画投稿者がコメントしていることがわかります。補足説明をしますと、チャンネル登録者が10万人以上になると、チャンネル名、アカウント名の横に、チェックマークをつけることができます。そうすることで、例えば私が本物のヒカキンですっていう証明にもなります。話を戻しますと、この動画で私が見たところ、ラークンファクトリーチャンネル、昼下がりのジャマイカ、水にゃんチャンネル、この3名のコメントを見かけました。しかし、この3名のコメントの返信を見ると、売名するなというコメントや、この3名に対する誹謗中傷が書かれています。この現象は、この動画だけではありません。例えば、こちらの、フィッシャーズのご報告させてくださいという動画では、撮影前に見た時には見つかりませんでしたが、今日という動画投稿者がコメントしているのを見ました。この方のコメントの返信には、オワコンが売名するなという返信が、あったと思います。先ほどの動くちゃんの動画に戻りますが、特に、こちらのラークンファクトリーチャンネル、まあ、俗に言う、ラークンですが、ここから先はラーさんと呼ばせていただきます。このラーさんのコメントに対する返信が特にひどいです。ゆっくりめにさらっと見せていきます。とにかくひどいです。誹謗中傷は論外なので置いといて、
このご冥福をお祈りしますというコメントだけで売名と思うのはいかがなことだと思います。だってこのコメントだけで売名の意図があるかどうかわからないじゃないですか。一応他のコメントを見ると、人のサムネをパクってる、サムネ詐欺してる、過去に有名人の動画やバズっている動画のコメントで売名してると言ってますけど、まず人のサムネをパクってるについてですが、じゃあ昨日投稿した私の動画のサムネを表示しますが、はい、このサムネはパクリでしょうか。まあこのサムネすごくシンプルで何の動画かわかりやすいじゃないですか。だけどすごくシンプルで作りやすいですし、というか誰でも作れるかもしれません。現にこれと似たようなサムネの動画を投稿している方がいるかもしれないですけど、これってパクリっていうことになるんですかね。まあもうちょっと凝ったサムネにした方が良いかもしれませんが、次にサムネ詐欺についてですが、今 YouTube に釣りサムネと釣りタイトルの動画が多すぎて、何がサムネ詐欺なのか自分でもわからなくなってます。次、過去に有名人の動画やバズっている動画のコメントで売名していることについてなんだけど、まず本当に過去に売名してたんですか。まあ、例えば、まあ、その過去に売名っていうか、過去にその他の人の動画に、その動くちゃん以外の動画にコメントしていた場合、例えばその僕の動画を見てくださいっていうコメントとか、自分の動画の URL を貼るのは売名だと思うのはまあ当然ですよ。まあだけど、この動画面白すぎとかやばすぎとか書いてあるのがそれだけのコメントだったら、売名かどうか確定はできないじゃないですか。あと URL を貼るコメントも全てが売名とは限りませんというコメントを、私がまあここに書いたんですよね。私にここにコメントを書いたんですけど、まあそしたら、某モノモス系の人の動画で、ラー君が人の動画の内容をパクっている動画があって、それを動画投稿主本人が晒したら宣伝どうもってコメントに書いたんですよ。こういったことがあるから、本人は売名してないつもりでも売名しているように見えるんですよ。あと URL 貼ったりするのが売名の全てじゃないと私は思いますけどね。で、これに対して私の返信が、某モノモス系ってもしかして、ってポケ仮面という方ですかね。というか何々してるように見えるんですよって結局推測じゃないですか。まあこれも推測ですけど、この場合売名じゃなくてただの煽りに見えますけど、しかしまあよく宣伝どう思うってコメントできますなって返したんですけど、まあ、つまりそういうことなんですよ。ラーさんが過去に売名してたと書いてる人が、まあさっきにもね見せた通り多いんですけど、それは皆さんの早合点勘違いではないでしょうか。まあ違うとおっしゃるならば、まあ、証拠を出してくださいっていう話なんですよ。まあ本当に、まあ、ラーさんが売名の意図でこちらのコメントを書いた場合、まあ本当に売名の意図でこういうコメントを書いたとしても、売名するなとコメントしたり誹謗中傷したりするのは違うと思うんですよね。せめて一週間怒りを抑えることができないのかと思ったりします。まあ不法からもう2週間になろうとしてますが、あと他人に対してとはいえ、ウォクちゃんのご遺族の方が、まあこういうコメントを、そのね、なんかこういう風にさ、なんかこんなに荒れている感じの様子のさ、コメントを見たらさ、こういうコメントをさ、ウォクちゃんのご遺族の方が見たら、悲しい気持ちになるんじゃないでしょうか。まあ確かに、ラーさんは過去に炎上してしまいましたし、失礼ですけど、ここ最近のラーさんの動画は、チャンネル登録者数に対し、再生数がお世辞にも良いとは言えません。まあ、ですが、まあ、ご冥福をお祈りしますと書いただけで、こんなにボロクソに叩くのは、いかがなものかなと思います。ちなみに、ラーさん曰く、過去に動くちゃんと親交があったとのことです。まあ、こう見ると、まあ、ラーさんに人望がないっていうことが、まあ、わかるんですけど、まあ、とはいえ、かわいそうですよね。まあ、僕が思うに、誹謗中傷というのは、お勧めできない行為だと思います。そもそも、誹謗中傷されてもいい人なんて一人もいないんですよね。まあ、たとえ犯罪者でもそうですよ。まあ、誹謗中傷は、まあ、人の精神を傷つけるものですし、まあ大量の誹謗中傷を受けてどうもない人って、まあそういう人も一人もいないと思うんですよね。
あと、まあ、誹謗中傷すると、まあ、された人から、まあ、訴えられて、まあ、された人は、まあ、一応、訴えることは、まあ、できるっちゃできるかな。まあ、ちょっとケースによるけど、で、訴えられて、まあ、その、誹謗中傷した側が、まあ、大量の金を支払わなきゃいけないっていうケースもね、あり得るんですよ。まあ、仮に、その、誹謗中傷対象が、まあ、過去に犯罪を犯した人、その、前科者だった場合、まあ、その、向こう側が、まあ、名誉毀損で、まあ、訴訟することができるかどうかわかんないですけど、まあ、多分できるんかな。まあ、とにかく、誹謗中傷という行為は、おすすめはできないです。誹謗中傷されて当然というケースもあるだろうという人もいると思いますが、まあ、その考えに対して、私は、とは思いますね。実を言うと、私も誹謗中傷されたり、誹謗中傷されそうになったことがあったのですが、時間が経って怒りが収まったので、まあ、その話は別の機会にさせていただきます。最後に、私のうごくちゃん関連の思い出について話します。私はうごくちゃんと交流したことはありませんが、たまにうごくちゃんの動画を見ていました。やはり声が印象的ですね。まあ、こんなに可愛い声を出す人ってあんまりないですし、まあ、すごく印象に残るので、おすすめに、うごくちゃんの動画が出たら気になって見てしまうほどだったかなと思います。うごくちゃんの動画の中で一番印象に残っているのは、まあ、こちらの弟にバレたので電話しますという動画です。まあ、これはうごくちゃんの弟に、うごくちゃんが動画投稿していることがバレたので、弟に電話するという内容です。撮影前に改めて見たんですが、面白かったですね。あと、兄弟同士の会話が微笑ましく思いました。今となると、弟さんもとてつもなく辛くて、悲しい思いをしているでしょう。自分のたった一人の姉がいなくなってしまったんですし、とてつもなく辛いと思います。まあ、この訃報を聞いた時には、すごく、私自身も、すごくショックを受けました。それで、1月8日当時、まあ、気分が暗くなって、病んでいるツイートをしてしまい、まあ、視聴者の皆さんに不安を与えたりとか、ご心配をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした。うおくちゃんの死因は未だに判明していません。なので、こう言うとあれかもしれませんが、私としては、これ以上、私の知っている人が自分で命を絶つのをやめていただきたいと願っています。最後に、うおくちゃんのご冥福をお祈りします。